はい、皆様、お待たせいたしました。それでは開始の時間も近づいてまいりましたので、そろそろセッションの方を開始してまいりたいと思います。7時からのセッションですが、ドローンビジネスのスタートアップとアーキテクチャということで、デジタルアーキテクチャデザインセンターさんによるセッションで始めてまいりたいと思います。ここから南先生、今回ご司会進行かと思いますが、よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんこんばんは。IPA DADC デジタルアーキテクチャデザインセンターで、自立移動ワーキンググループでプログラムディレクターをやっています南と申します。私所属は慶応義塾大学でドローン社会共創コンソーシアムっていうのをやってるんですけども、今日はその観点で、いくつかのトピックについて、大変強力な、ゲストをお迎えして、進めていきたいというふうに考えております。また後ほどご紹介させていただきますけども、一つは今日のテーマであります、そのドローンと、それからビジネス、それからスタートアップ、そしてアーキテクチャ、この4つのワーディングをどうやってくっつけていくか、こういったところをちょっとですね、皆さんと一緒に、ちょっと私の方からいろいろと頭出しをさせていただきますので、ちょっといろいろ想像していただいてですね、お話を、自分の中で作っていただけると非常にありがたいなというふうに思っております。ではちょっと進めたいと思います。で、今日の流れですけども、大体こんな感じを考えております。ご覧いただけてますでしょうか。一番最初、ドローンのビジネスの可能性とエコシステムということで、ドローンビジネスが今どういう状況にあるのかということ、それは、国内も海外も含めてですけども、そういったところを少しお話ししたいと思っています。で、続いてですね、その後に、強力な助っ人その1ですけども、田口さんに、お話を聞いたらこうと思います。田口さんといえばですね、デジタルハリウッド のロボットスクールで非常にお世話になった方たくさんいらっしゃるんじゃないかな、多分その生徒さんもたくさんいるんじゃないかなっていうふうに思いますけども、そういったところで、人材育成ももちろんですけども、もう田口さんといえばぬるっとしたドローンの動かし方が本当にお上手で、その映像のですね、綺麗さはもう本当に大好きで、いつも、拝見させていただいてますけども、そういう、自分もパイロットであって、かつスタートアップ企業の社長さんでもあって、それから、人材育成されている、そういった、なかなかそういう3足のラジオ速のラジオに入っている方なかなかいらっしゃらないんですけども、そういった方であるということでご紹介したいと思います。それから、2人目の、ゲストは、これはですね、私の本当に今大変心強い仲間といいますか、いろいろご指導いただいてますけども、慶応義塾大学の中にですね、システムデザインマネジメント研究科という、研究科がありまして、そこで、研究員をやっておられる猪俣さんです。僕らアーキテクチャ設計っていうのを今やってるんですけども、このアーキテクチャ設計っていう時にですね、ああやってもこうやってもなかなかっていうところがあるんですけど、そういったことについていろいろとご意見をいただけている、こういった、方でございます。